オリックスは残り3試合、楽天は残り5試合、どちらももう落とせないという中で始まった今日のゲームでした。今日のオリックスの先発は宮城。2回の表ワンアウトランナー1塁3塁、粘って粘ってギッテンスに先制タイムリーを許しました。これがまず大きかったですね。そうですね、本当にこの粘ってね、しぶとく打たれましたね。はい、そしてその後は茂木にレフトへの犠牲フライを打たれまして、これでもう1点入って2対0、まずはイーグルスが2点を先行します。その後バファローズ2回の裏、ノーアウトランナーなしから吉田正尚のこのツーベース、お見事でした。変化球変化球と入って、今日初めて来た則本のストレートを弾き返してチャンスを作ります。その後ツーアウトランナー3塁となりまして、マッカーシーのショートへのタイムリー内野安打がありました。この辺りはまだ2対1、どちらに転ぶかというような感じだったんですが、ね、この1点でちょっといい流れ来るかなって感じしたんですけどね、その後は徐々に楽天が主導権を握っていきます。3回の表ツーアウトランナー2塁、島内のレフトへのタイムリーヒットで1点が追加されます。これがやっぱりツーアウトからだっただけに痛いですね、はい、さらにこの後ツーアウトランナー1、2塁となって、辰巳にもタイムリーヒットを許してさらに1点が入りました。これで4対1。ここで宮城は降板、今季最短2回3分の2、56球4失点という内容でした。宮城自身のまあ思いとは裏腹な結果になってしまいました ね、 そうでしたね。さらに楽天のペースでゲームは進みます。4回の表ツーアウトランナー1塁2塁、3番手の本田から浅村、これ追い込んでてラストボールがちょっと甘くなってしまいました。そうなんですよね、はい、センターへのタイムリーヒットで5対1。6回の裏則本の好投が続きます。ノーアウトランナーなし、この回上位打線1番からだったんですが、先頭の福田がファーストゴロ、太田はサードゴロ、そしてヒーローインタビューにもありました、最低でも6回を投げ切りたいと話していた則本ですが、ツーアウトランナーなしから最後は中川を三振に取って、最後は吠えました。ゲームは7回に入ります。山崎颯一郎、ワンアウトランナー2塁からギッテンスへセンターへのタイムリーヒット、これがリリーフに回ってから初めての失点でした。ギッテンスが今日は要所に効いてましたね。いや本当ですよね、この1点も効きましたね、はい、ラッキーセブンに楽天が1点を追加します。するとその裏、2回以来のヒットがバファローズに生まれます。ワンアウトから西野が出て、ここから流れをというところだったんですが、頓宮はその後セカンドフライ、そしてマッカーシーも左中間反対方向に持っていた辰巳の逆だったんですが、最後は辰巳が追いついて3アウト。なかなか則本から点が奪えませんでした。9回の表平野が久々のマウンドに上がります。2アウトランナーなしからギッテンスを見逃し三振、この平野が帰ってきたのは今後大きいですね。そうですね、いいボール来てましたね、はい、そして9回裏2アウトランナーなし、則本が9回今季初めての完投をかけたマウンド、最後は吉田正尚のこの当たり、これ辰巳もすごかったですね。いやもう一直線ですもんね、はい、なかなか最後まで則本から突破口を作れなかったというバファローズ、今日は1対6で敗れています。服部さん、試合後の